こんにちは。エルチチャンネルがお送りする、Don't Starve, Together を続けていきます。さあ、霊夢。今日はこれから地下を見に行ってみようじゃないか。わーい、地下ってずっと気になっていたのよね。霊夢もこの世界で1年以上過ごしてきた。地下に潜ってもいい頃だろう。入り口はあの、コウモリみたいなモンスター、バチリスクが飛び出してくる穴だね。うむ、ここだな。陥没口、いよいよ降りる時が来た。下は洞窟のようになっている。きっと新しい種類のクモさんにも出会えるだろう。この下にも、クモさんの友達がいるっぽい。世界のへそだぜ。それでは、入ってみようか。ドキドキ。降り切ったぞ。おお、ここが、地下洞窟。ここから降りてきた。天井から明かりが漏れてるわ。思っていたよりも暗くないのね。しかも涼しいと思わないか？うん、涼しい。実は、夏の猛暑は、こうして地下で過ごすのもありなんだぜ。おお、光る花の玉？それはライトフラワーという。光る玉は、スキッタースクイッドが落とす電球と同じようなものだ。明るくて美味しい。炭鉱棒の電池になる電球だね。ちょうど持ってきてるよ。電球を収穫したライトフラワーは、3日後に電球を1つ。5日で2つ、6日経つと3つの電球を実らせるぞ。見たことのない渦巻きの植物も生えてる。地上のような植物も一部あるが、独自の進化を遂げた植物もあるぜ。あら、どうして炉を設置したの？夏の猛暑は地上で過ごすのには辛いからな。一時避難場所として、ここに第二拠点を作ろうじゃないか。第二拠点？それなら私もお顔のシルクを沿って気合を入れるわ。シルクは助かる。わぁ、もうテントとか立ててる、早いねー。常にアイテムや道具のストックは万全だぜー。さすマリ。ここの第二拠点の設置はマリサに任せるわ。霊夢はどうするんだ？私は、新しい住人さんを増やしていかないと。ああ、ここもクモたちが増殖するのか。大丈夫、遠くに植えておくから。あまり遠くに行くなよ。収納箱も設置するのね。僕らのおもちゃを入れておける。私の卵はこっちの上の方にでも。って、暗いねー。炭鉱棒をかぶって歩こう。この辺りはまだ静かなようだ。だが、離れすぎないようにな。オッケー、すごく暗いから迷子になりそうだわ。地下洞窟はとても広く、入り組んでいるはずだ。あら？ここにも野生のクモさんたちがいる。お、普通のクモさんか。新種のクモさんじゃないんだ。地下洞窟にはいろいろな種類のクモたちがいて、地上と同じ普通のクモもいるぞ。それなら私のクモさんたちも溶け込めるね。。まあ、この地下にも味方はいた方がいいか。ほら、バチリスクの翼をお食べー。あ、そういえば地上でお友達になったクモ戦士たちが見当たらないけど。地上と地下を行き来する際、カバンにでも入れておかないと連れてこれないんだ。カバンに入れられない、チェスター君やブタさんなどは連れてこれないんだぜ。あららー、それは残念ねー。お、青いキノコが生えてる。地下洞窟には様々なキノコが生えてると思うぜ。食べるにはクレイジーでないと。安全に食べるには鍋に入れて調理した方がいいと思うぞ。そうだね。で、マリサはどこにいるの？私は地上の拠点に荷物を取りに行っている。地上は夜だぜ。この辺りがさっきより暗いと思ったら、今地上は夜なんだ？それでもこの付近は夜でも、ある程度の明るさがあるので活動しやすい。それでだな、霊夢。東の方に養蜂箱を置いてくれないか？この前作り置きした養蜂箱ね。この地下にも花を植え、養蜂場を作ろうと思うんだ。炭鉱棒の光に反応したのか、ライトフラワーが起き上がってくるわ。ふむ、ライトフラワーは植え替えられないし、第二拠点となるこの付近に生えているのは助かるぜ。東の方はここで行き止まりみたい。この辺りに養蜂箱を設置するね。、今度暇を見て、地上で蝶々を捕まえて植えよう。了解。そしてだ、少しこの付近を探索してみようじゃないか。明るくなった、朝になったみたいだし探索にはいいかも。いや、朝でもあまり関係なく暗い場所に進むぞ。明るいのはで入り口付近がほとんどだ。さすがに地下は暗いか。私たちには炭鉱棒もあるし、道中でライトフラワーから電球を集めつつ進もう。この場所がどうなってるのか、探索するのが楽しみだよ。新しい種類のクモたちに出会えるといいな。わぁ、七面鳥みたいなモンスター、コブラーもいるんだね。暗くてわかりづらいが、そこのベリーブッシュに隠れたな。、ベリーやキノコも生えてるみたいだし、地下洞窟でも食料は確保していけそうな感じ？まあ、場所によるかな。なんだなんだー、マリサが言っていたよりサバイバルしやすそうじゃない？それは、蜂蜜で作ったタフィー並みに甘い考えだぜ。
お、なんだかまた見慣れない植物が生えてる。それはマッシュツリーだ。あはは、くっさー。マリサ、これ嗅いでみて、くっさいよ。何か漂っている、ちっこい赤い虫か？赤、好きな色だ。あれってキノコの胞子みたいだよ。お、あれがキノコの胞子だったのか。キノコプランターに植えたらキノコが育つんだよね。って、何ここすごい。先ほどのマッシュツリーの森だな。キノコども、でっかい木だ。こんな大きなキノコ、あるんだね。この辺りは独特な匂いが漂っている。何これ？えらくでかい。動いてる。攻撃すれば小さな友達がいっぱい生えてきそうだ。いろいろと見たことのないものが多い。おや、こっちは地上への出口みたいだぞ。また別の出口があるのねー。こっから、明るいとこへ出られるよ。ここ、暗い。怖い。マリサは暗闇恐怖症だものね。一回出る？なんとか我慢するさ。わあ、大きな人参を発見。扉がついてる、家のようだぞ。おじいちゃんが言っていた通りだ。自分が食べたものの中で生きるって。中で何かむしゃむしゃ食べてる音が聞こえる。何が入っているんだ？壊してみよう。ウサギさん、噛みついてきた。パンチするぞ。クモさんたちも攻撃攻撃。倒れた。今のは噂だと、バニーマン、という生き物だと思う。この人参みたいなお家に住んでるの？そのようだ。倒したら人参がいっぱい手に入ったし、もっと怖そう。おう、出た、バニーマン。パンチしてやる。バニーマン、何か喋ってる。ふむ、豚さんたちと一緒だな。豚さんも地上でお家に住んでいるし、バニーマンは地下洞窟の住人かな？家を壊したりバニーマンを倒すと、大きなお肉とふわふわな毛の一部、バニーパフを落とすが、霊夢のクモさんたちが食べてしまうようだ。それはいけないわ、カバンの中に入れちゃおう。バニーパフはクラフトに使えそうだし、クモさんたちを頼む。あ、一匹が食べてるぞ。お肉の毛に処す。力になってくれていたが、素材を食べられてしまうのは困る。このバニーマンたちのお家を全部壊していきたいものね。なんだかひどいことをしている気がするなぁ。平和に暮らす、バニーマンさんたちの村を壊滅させるマリサ。まあまあ、バニーマンさんだって噛みついてくるし、ここは外への出入り口も近いから、倒しておいた方がいいと思うよ。それに確か、このバニーパフをクラフトすると、バニーマンの家が作れたと思う。あら、それなら、霊夢様帝国の新しい住人になれるじゃない？そうだな、そのうち作ってみよう。そういえばさ、このマッシュツリーって食べられるのかな？微妙に明るく光ってるね。木のように伐採すると、丸太やキノコが手に入ると思う。だが、再び成長するには色々条件があるから大事にしたい。そうなんだ、少し切ってみたいけど。それは今度な、まずはもう少し先まで歩いてみようぜ。ちょっと待って、炭鉱棒に電球を補給しなきゃ。手元を照らすぜ。お、ここに岩があるわ。使う前に、まず採掘する必要がある。ふむ、それは地上にある岩と同じだ。地下洞窟だから、もっと変な岩とかもあるのかな？ああ、見たことのない鉱石が取れるかもしれない。例えば、これもそうじゃないか？あら、地下にあるトゲトゲの石、実に素晴らしい。石筍というらしいが。それはなんだ？化石のかけら、考古学者ごっこしたい。ほう、集めたら何かの形が作れるかもしれない。かっこいい。うわ。やだ、何これ？ネバネバで、ゴツゴツしている。アーナルド、いて。これはナメクジのようなモンスター、スラートルガメの巣だ。砂の、攻撃したら出てきた。あれがスラートルガメだぞ。足が遅い。あれなら勝てるんじゃない？お、ダメージも25ほどでそこまで強くないぞ。殻にこもっちゃった。その殻は驚くほど硬いんだぜ。ちょっと出てきたけど、またこもったね。殻にこもられると硬くて、ほとんどダメージが通らない。なかなか手がかかるわ。今度こそ、出や。おお、砕けた。スライムみたいなのを落としたね。それも炭鉱棒の燃料になりそうだ。ちょっと強く殴りすぎたかな。殻も砕けちゃった。うまく倒せば、あの殻が手に入るかもしれないな。あの殻は欲しいねー。おや、ここにもバニーマンの家があるじゃないか。中央には畑のように作物が育てられてるぞ。素材ならあと少しだけ持てるし、この村も襲っておく？霊夢さん、言い方。まあ、先ほど集めた素材と重ねればいいし、壊しておくか。そしてすべて破壊されたバニーマンさんたちの村。もう少しマイルドな言い方をお願いします。まあ、後で別の場所に家を建てることで許してもらおう。こっちにも村があるぞ。あら、結構な数の家があるんだねー。これだけ素材が集まれば、地上や地下、両方にバニーマンの村が作れるんじゃないか？でもバニーマンさん、噛んでくるよ。
確か、噂だとおとなしいと聞いたことがあるのだが。わわ、うわ、全部出てきた。肉とか、モンスターとか、人殺しって言ってる。人ではないだろ。すごい数。この数はまずい、逃げるぜ。待ってマリサ、足早い。来た道を戻るんだ、迷うなよ。わ、私の方にみんな来てない？おや、狙いは霊夢らしいぞ。どうして、どこまで追ってくるの？ふむ。それは、霊夢が肉を持っているからかもしれない。モンスター肉を持ってはいるけど。バニーマンは菜食主義らしいので、それを手放せば助かるかもしれないぞ。捨てるの？いや。そうだよな、霊夢が肉を手放すはずはないか。仕方がない、私がタゲを取る。おお、ありがとう。マリサの方にターゲットが行ったのなら、ここのアイテムを回収しておきたい。頼めるか？うん、カバンを開けるためにも、この緑のキノコを食べちゃおう。パク？キャー、正気度がー。キャー、何を食べたんだ？キノコだよ、緑のキノコを生で。私の正気度が50も減って、世界がやばい。バニーマンたちが真っ黒、怖い怖い。来た道を戻れ、一旦退却するぞ。ひぃー。というわけで今日はここまでです。最後まで見てくれてありがとうございます。それでは、ご視聴、ありがとうございました。